フジテレビをご覧の皆さん、こんにちは。梶昭彦役の井之脇海です。一番ドンと構えてるのはさなりくんかもしれないです。なんか意外と、僕と柳くんがお兄ちゃん組で、でまあ、ジンくんは役者やってきて今回主演で、さなりくんは演技を初めてですけど、なんか現場の言い方とか見てて一番堂々としてる。それは変な意味じゃなくて、ちゃんと初めてであれだけドンと構えて現場に入れるっていうのはすごいなと思って、一番肝が据わってるのはさなりくんな気がしますね。真冬を演じるさなりくんが初めてみんなの前で歌を歌うっていうシーンがあって、やっぱり設定上学生の歌が上手い子なんですけど、さなりくんやっぱプロなんで、本番で歌が上手すぎて監督から上手すぎるよっつって怒られてたのを覚えてます。その後こうなんですかね、まっすぐなプロじゃないけど歌が上手いっていう絶妙なバランスで歌ってて、やっぱりそれでも上手いんですよね。聞き惚れちゃう声で、素敵な声だなって思います。ドラマ気分は、ね、バンドものであるんですが、その中でこうバンドのメンバー同士の恋愛であったり、人生のこう悩み葛藤みたいなところがとても各人物魅力的に描かれている作品です。ぜひお兄ちゃん組の春樹と昭彦の恋なのか友情なのかの行方にも注目して見てください。見てねー。